はいどうも皆さん、おはようございます、こんにちは、こんばんは。クソレッキー製造工場へようこそ。工場長のリュウです。さあ本日なんですが、自爆心デッキね、強化されましてね、診断でちょっとご紹介していこうかなと思うんですが、あのね、自爆心デッキってね、まあ、何が追加されたかっていうと、その異界共鳴シンクロフュージョンっていうカードが追加されまして、これ発動するターン縛りで融合シンクロ縛り入っちゃう、結構重めの縛り入るんですけど、その代わり、フィールド上の中ラと中ラ以外のモンスター墓地を送ると、そいつを素材にしてシンクロ召喚できるモンスターと、そいつを素材にして融合召喚できるモンスターを両方とも出せるっていう、だシンクロと融合を同時にできるっていうカードなんですよ。でこれを使って自爆神の融合と自爆神のシンクロを並べ、こいつらで盤面を伸ばしていくというデッキになっています。で融合モンスターが、ジオグレムリーナは、自爆モンスタープラス闇属性なんで結構緩い条件で出せて、デッキから自爆モンスターかをサーチできるんで、これで結構何にでもアクセスできる。でジオグリフォンは、墓地から自爆モンスターを特殊ができるんで、自爆神とかも特殊ができるし、一回使い終わったチューナーとかも特殊ができるということで、これで盤面を伸ばしていくという感じになりますね。で、だからこのデッキね、一枚初動が存在してなくてコンボデッキになっちゃうんですよ。どうしたって、そのグランドキーパーっていうモンスターが召喚特殊召喚成功した時にレベル5以下の自爆モンスターはデッキから特殊ができるっていう効果があって、これ結構強いんですけど、デッキから墓地からね、特殊ができるって効果があって、これ結構強いんですけども、これで出してきてラインウォーカーでシンクロフュージョンっていうカードをサーチできるんだけど、これね2体並んでるの横見てもらって分かるんですけど、これ3と1なんですよね。3と1なんですよ。だからね、チューナーしかもチューナー同士だからね、ここでね、シンクロ召喚と融合はちょっとね、市場にそのデッキやりづらいというかできなくて、で非チューナー側を用意するしかないんですね。その別のギミックで結構 OCG とかだとキマイラ入ってる構築も結構よく見ると思うんですけども、まあ、マサデルにはまだキマイラとかも来てないですし、まあ、どうやって非チューナーを用意していくかっていう話なんですね。で非チューナー側を用意するためにそれレベル 何がその強いかっていうと、まあ、レベル7かレベル4度が強いんですよ。基本的にそのくっつきが良くて1と3なんで、なんで、ね、今回はレベル4とくっつける、構築にしてます。レベル7とくっつけるとディアベルスターとかが使えるんで、それはそれでまた強くなるんだけど、レベル4とくっつける方法を採用してまして、で、問題点はグランドキーパーが召喚権割くんで、基本的に 1-4-1 とかで一応出せるけど、そのグランドキーパー基本的にはその召喚権割くんで、特殊召喚かまたは盤面に出せるレベル4じゃできないですね。なんで、今回はレベル4で出せる、例えば、先玉ですね。先玉とかとカーテンライザー、それからこの、レトルトフュージョンによる、レアフィッシュ特殊召喚、これを採用します。はい、これで頑張って非中長を用意するっていうね、まあ、この2枚コンボを要求してる時点で、まあ、大したデッキじゃないなっていうのは分かっていただけたかなと思うんですけども、じゃあそういう通ったら、こういうデッキって通ったら勝てるレベルのパワーがないといけないんですよ。コンボ2枚コンボなんだからね。だから、今回は何をしていくかっていうと、この8通りを使って相手のライフをワンターンで削り取る、ファーストターンキルやっていきます。まあ、どういう風にやっていくかっていうのはちょっと動画見ていただければなと思うんですが、コンボパーツを揃えるのと、あと妨害をケアするようにスモールワールドで、サグラビス持ってきたり、あとガンマぶち込んだり、ハカラマサツぶち込んだり、いろいろしました。これで絶対に先行展開を通していきたいと思います。はい。正直、ちょっとね、妨害がめっちゃ重いんですよ。そのグランドキーパーへの妨害とか、ラインキーパーへの妨害とかがめちゃくちゃ重くてさ、普通に、増字も重いし、というのが、まあ、ありますのでね、まあ、増字は一応もう、まあ、貫通して動いていくしかないんだけど、まあ、そんな感じです。はい。ちょっと早速ですね、この自爆神、アスラピスク。こいつのパワー見せていきましょう。デュエル。いや、ハンド強くね、これ。指名者2枚強くね、これ。これ、占い打ってもらって、なんもない。なんもない。占い打ってもらって、これは、ちょっと待って、これ決まりそうだぞ。いや、これにと、これで、ここに召喚効果発動。なにこれ。あ、無限保有 OK。一応、抹殺の指名者でいける。で、これ、あと多分、やばいの、エフェクトベーラーくらいだから、2ミリは一番きついけど、ちなみに。エフェクトベーラーくらいだから、まあ、はからなんとかなるから、多分大丈夫。で、抹殺で無限抱擁をゲームから除外し、グランドキーパーの効果によって、ラインウォーカーを特殊召喚。さあ、特殊召喚成功時、効果は？あ、通る！よし！来た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 来
で先玉の効果、召喚で、レベル4の先玉にレベル1のグランドキーパーをチューニング。さあここからがね、クソデッキ製造工場長の本領発揮といったところで、ガーデンローズメイデンの効果を発動。ガーデンローズメイデンによってブラックガーデンをサーチ、ブラックガーデンを発動。これ以降モンスターを特殊召喚するために相手のフィールド上にトークンがいっぱい出るよ。でラインウォーカーとガーデンローズメイデンを墓地送ってシンクロモンスターと融合モンスターを両方とも特殊召喚。うわーボンボン強い強い。そして、自爆回でジオグレムリーダーの効果、さらに、自爆回でジオグリフォンの効果、自分の墓地から自爆神モンスター、自爆モンスターを特殊召喚し、レベル1のチューナー、特殊召喚し、そしてジオグレムリーダーの効果によって自爆モンスターをサーチ。これによって自爆超進化を手札に加えていくぞ。そしてブラックガーデンの効果によってトークンが出て、さらにまたトークンが出るよ。はい、あげましょうこれ全部。そして、自爆超進化の効果で自分の、手札から特殊召喚し、自爆超進化が出たのでトークンが出るよ。で自爆超進化の効果を発動、デッキから自爆神を手札に加えることができるぜ。さらにレベル6ジオグレムリーのレベル1のグランドキーパーをチューニング。新規の召喚、現れろエンシェントフェアリードラゴン。エンシェントフェアリードラゴンの効果によってフィールド魔法を、爆破して、どっちだこっちか爆破し、そしてデッキから、自爆炉を回収し自爆炉を発動。このカードが存在するとき自爆神モンスターの召喚源が1回増える。うおー現れろ自爆神アスラビスケが召喚に成功した場合、超進化の効果、お前ライフ今から3000だ、お前のライフ3000だ。でガーデンローズメイデンの効果、自分の墓地からエンシェントフィアリドラゴンを特殊召喚。うおー融合召喚条件は名称が異なるモンスター3体現れろ。トリシューラ、おいお前モンスター出しすぎだ、全部破壊しろ。パパパパパはい、最強デッキ。こちらの自爆神デッキって先行も後攻もやること変わんなくて、まあ基本的にその自爆神、自爆超進化の効果でライフ3000にしてダイレクトアタックするみたいなだけなんで、言うてやること全然変わんないですよね。取引何これ何デッキこれ、トランザクションロールバックやんけお前。なんだまたクソデッカーか、おいクソデッカー多すぎだろ。トランザクションロールバックとかいうカード強すぎだろマジで。いくらなんか無限にクソデッキできるぞこれ本当に。なんかもう盛らずにデッキ200個できるわロールバックで。てか通常トラップカードの数だけデッキできるからな。200個じゃ足りねえか。ディアビルスター、はい、ディアビルスターどうぞ。わかりませんね何をするんでしょうか。現財宝、やべえこっから俺財宝狩りの動きされんの。ロールバック入ってる財宝買いできてどういうこと。現財宝、スネークアイの効果でエクセルが出てくる。なるほどね。でエクセル効果で、なるほど。ジェットシンクロンの方。なるほど。はい、なるほどですね。どういうこと。あー、アルミラージ。あ、これ、キュリオスってこと。ジェットシンクロン。あ、そう、ね、これ、キュリオス一応できるんですけど、ディアベルスターって1枚から、まあ1枚で、っていうか1枚プラスコストか。はい。違うか。シンクロするのか、俺。わかんねえ。でもなんかいきなりさ、ジェットシンクロン出てくるの意味わかんないよね。あ、そうだよね。やばい。ちょっと待って、ロールバックで、なんか、ロールバック落ちてるの見たんだよな、俺。さっき、墓地に。で、キュリオスの効果起動します。自爆解放。なあ、わからんわからんわからん。何それ。ちょ、わからんわからんわからん。何そのカード。フィードにレベル6以上のモンスターが召喚特殊化されたとき、レベル10の自爆モンスターいったらリリースし発動、相手フィードのモンスターを全て破壊して、破壊したモンスターの元々の攻撃力の合計分のダメージを与える。うわ、強っ。ロールバックでこれコピーする、するとコストないってこと？トラップトリック？何これ？トラップトリックの効果、マナビー落ちてんの草。なんか全力ゴミデッキ臭いとこれ。ナイトメアデーモン、しらしらしら。何それ？自分のフィードのモンスターいったらリリースし発動、相手フィードにナイトメアデーモントークン3体を攻撃処理特殊召喚。特殊化された、時にそのコントローラーは一体につき、800ダメージを受ける。やば。はっ、待って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 、どういうこと。